皆さんこんにちは、レッツハドルのヒデボーです。前節ですね、ウィーク5の、ゲームは私もですね、あの淀川さくらスタジアムで観戦をしてきましたけど、やっぱり現地観戦のこう雰囲気の良さみたいなこともあったんですけど、いろいろとちょっと戦利品もありました。この子をゲットしましたよ、シーガルくん、イエーイ。ということで、オービックシーガルズにね、こういったキャラクターがいてるんですよね、シーガルくんって。でこのシーガルくんのキーホルダーがちょっと可愛らしいので、可愛らしかったので買っちゃいました。はい、まずパナソニックインパルスさんのメンバー表、オービックシーガルさんの、当日のパンフ、そしてエレコム神戸ファイニンスさんのチームガイドというところで、ちょっと富士通のブースに行く時間がなくて、あの行けなかったのが残念だったんですけど、こんな形で、現地でね、あのブース、各チームのブースなんかに行くと、こういった、各チームの情報が載ったようなですね、冊子とかがもらえるので、ぜひぜひあのチェックをしてもらえたらいいなというふうに思うので、積極的にね、あの現地観戦のこともアピールしていきたいと思います。あと、エレコン神戸ファイニンスさん、今ピンクリボンの、運動でですね、こういった、バンダナも配られていたんですけど、ピンクリボン、何かというと乳がん撲滅ということで、やっていて、あのプロアメフト NFL の方でもね、あの乳がん撲滅月間ということでやってますけど、割と X リーグの方も、こういった取り組みをされていてですね、各チームいろんな工夫をされたりとかいうところでしているので、僕もあの募金とかを、してというところの期間にこの時はなってるんですけど、まあ、こういった社会貢献みたいなことにつながるような活動もいろんなチームがされているんだなというところで、知ってもらえて嬉しいですよね。ということで、まあ、そんな、ウィーク5を終わってですね、ついに、ウィーク6というところに入ってきて、シーズンも佳境な、ところに入ってきてますので、次節の注目試合見ていきたいと思います。紹介はヒデボーによる独断と偏見による情報が含まれています。協会や連盟、各チームとは関係なく個人的にしているものなので、その点ご留意ください。ということで、いよいよ来ましたウィーク6のエクサスーパーの注目試合紹介ですけれども、事実上のちょっとベースボールの前哨戦じゃないかなというようなこのゲームを紹介したいと思います。パナソニックインパルス対富士通フロンティアーズの全勝で迎えた、ゲームでございます。11月13日土曜日14時富士通スタジアム川崎でキックオフのゲームとなっています。実は僕もですね、現地観戦を予定しているんですけれども、まあこの2チームの対戦はですね、2019年2018年の結果も出してますけど、まあワンポゼッション差、2019年に関しては決勝戦ジャパン、当時のジャパン X ボールでなんと2点差だったというような凄まじい試合が毎回繰り広げられるというところなので、この試合も外厚いぶつかり合いになるんじゃないかなと思っています。ただですね、両チームとも実はもうプレーオフ進出が決まっているので、あんまりこう凝ったプレーとか、そういったことは見せない、プレーオフに置いておくんじゃないかなというふうに思っています。まあライスボールの前哨戦かなというような感覚でやるんじゃないかなと思います。まあ、それでいくと両チームの個人対個人の力のぶつかり合いっていうのが見れるのが、この終盤での直接対決の面白いところかなと思っています。実際パナソニック対オービックの試合もですね、乱攻撃、中心になってですね、まあ、その中でパスも織り交ぜてというところなんですけど、どれぐらいこうお互いの純粋なライン戦とかそういったところが通用するのかっていうのを見れるところがあったので、この試合もそんなところがポイントになるかなと思います。で、まあ、あのここに書いてる通り持ち味っていうところをお互いが活かせるのかっていうのを一番見たいなと思ってます。富士通の方はパス、パナソニックの方はランというようなプレーのところですね。で特に、富士通はパスって書いてるんですけど、まあ、実際はですね、ラッシングヤードのリーグの、順位表で、富士通のトラション・ニクソン選手が、239ヤード走ってリーディングラッシャーではあるんですね、実は。まあ、ただ、富士通の方はですね、もちろんニクソン選手のランということも出したいのはあると思うんですけど、おそらく上位陣の対戦になってくるとここが、止まるということが予想されます。まあ、その中で、やっぱり富士通は
クォーターバックの高木翼選手からのパスをどれぐらい効果的にですね、続けて決めていけるのかというところがポイントになるかなと思います。一方のパナソニックは、4人の優秀なランニングバックを揃えているんですね。5番のミッチェル・ビクター・ジャモン選手、それから42番の達川選手、26番の藤本選手、33番の横田選手ということで、もう全員あのどのチーム行っても、間違いなくスターター1軍の、まあ、トップのランニングバックっていう選手がなんて4人もいるんですけど、まあ、あのこのラン攻撃っていうのがですね、この4人のラッシングを合計すると、93回走って697ヤード獲得、13タッチダウン獲得ということで、まあ、この4人トータルすると圧倒的なんですよね、各チームの中でも。で、まあ、1回あたり 7.5 ヤード獲得っていうところもあるので、まあ、パナソニックがとにかくこのラン攻撃が出なくなると正直ローレン選手のパスだけでは厳しいところがあると思うので、ここがどれぐらい通用するのかなというところ注目ですね。オービックシーガーズ相手には一定程度は通用したと思うんですけれども、やっぱりコンスタントに、出し続けれなかったかなというようなところも見えたので、この富士通のディフェンス相手にはどうなのかというところを注目したいと思います。注目選手です。まずパナソニックインパルスですが、穴を見つけて一瞬で駆け抜けるザ・突破ランニングバック、ミッチェル・ビクター・ジャモー選手ですね。バージニア大学ワイズカレッジということで、本場アメリカ出身の選手でございます。まあ、この選手なんですけど本当に、穴を見つけるのがうまいというかですね、もうかなりこうラインが開けた隙間っていうところを、どこを走っていくのが一番効果的かっていうところで、抜けていくスピードが速いんですよね。まあ、なので、あ、今ここ抜けるかなと思った瞬間も次の瞬間には5ヤード10ヤードバーンと抜けちゃってるみたいな、ことが起きて、もう本当に突破力が相当ある選手だなということで、ザ・突破ランニングバックというふうにつけています。これあの某番組ザ・突破ファイルからちょっともじっておりますが、まあそういったようなですね、ディフェンスにとって油断できないこの選手ですよね。ちょっと穴を開けてしまうともうそこでロングゲインになってしまう、一気にタッチダウンまでいかれてしまうというような、まあそういった、選手ですし、まあパスキャッチも、得意な選手ということになってきます。一方の、富士通フロンティアーズは踊るようなステップで相手を翻弄、ダンシングヒーロー、ワイドレシーバー4番サマージー・グラント選手です。あのダンシングヒーローってね、これも某曲のというかそのままやんけみたいなことなんですけど、まあそれどういうことかというと、本当にですね、このサマージー選手は相手をかわしていくとか、あるいはパスコースに出たっていう時に、独特なこうステップテンポを持ってる選手なんですよね。僕は見ていてちょっともうエレコム戦なんか見ててもダンスをしているような、テンポなんですよね。まあそういったこうサマージー選手の独自のリズムっていうところに、パナソニックのディフェンスはどれぐらい対応できるのかっていうところは、気になるところです。もともとサマージー選手は昨年まではランニングバックで、プレーをしていたんですけど、トラション・ニクソン選手が本格的に復帰されたこともあって、今年はワイドレシーバーとして、大活躍をされています。まあ、そんな、サマージー選手ちょっと怪我もね、レコム戦であったので、この試合出れるのかなというところも含めて注目にはなってきます。まあ、一方のミッチェル・ビクター・ジャモン選手はですね、ファンブルもちょっと、前節オビク戦ではあったので、そのあたりもちょっと心配なところで、お互いの選手ですね、ビッグプレーにつながる可能性が大きい一方で、ターンオーバーというところにも絡んでしまう可能性もあるので、こういったキーマンの選手が、気持ちよく、プレーをしているのはどっちかなというところを見ながらだと、とても面白いゲームになるかなと思っています。あのお互いですね、今紹介しきれてないディフェンスですよね。ファンサックでいうとジャコビー・ウィリアム選手が3サックを上げてリーグトップですけれども、そういったところとか、一方の富士通の方もですね、オフェンスがなかなか得点を上げられなくても粘って粘ってというシーンがレコム戦でも見られたので、そのあたりも注目です。ただ富士通はちょっと例年もっとディフェンス強いんですですね、ちょっと心配はしているので、この、パナソニック戦でどのような
守り方が見せられるのかちょっと見てみたいなと思ってます。この試合の得点勝敗予想ですけれども、パナソニックインパルスが17点取って、富士通フロンティアル10点で7点差でパナソニックが勝つんじゃないかなと、久々に富士通勝つんじゃないかなというふうに予想をしております。まあ、根拠としてはですね、やっぱりオービック戦のパナソニックの戦い方なんかを見ていてもですね、ミスをしても、ディフェンスがしっかり守って、ビッグプレーも見せてオフェンスに回して、オフェンスはなかなかうまくいかないことがあっても続けて続けてランを出し、プレーアクションのファーストというようなところが、富士通相手に機能するんじゃないかなというところで思っています。まあ、爆発的な、得点にはつながらないと思うんですけど、これぐらいは、しっかり取れるんじゃないかなと思いました。で、一方の富士通はですね、やはり例年に比べるとディフェンスがちょっと取られてるのかなというところのイメージと、あとエレコム戦で見せたようにオフェンスがちょっとですね、ミスが重なって打開策が見出せなくなるような、シーンも見られたので、パナソニック相手にちょっとそこのところが出てしまうんじゃないかなというところで、17対10という結果を予想しています。まあ、ただ、富士通の方もですね、一つ歯車が噛み合えばですね、一気に点差を離して勝つというようなこともあり得ると思うので、ちょっと読めないそういった展開も楽しみにしたいと思います。その他の、ウィーク6のゲームの予定はこちらの通りです。11月13日はパナソニック富士通の試合の後に野島相模原と IBM の試合もあってですね、これがですね、おそらく野島が勝てばですね、ほぼほぼ、プレーオフ進出間違いなくなってくるんじゃないかなというようなゲームになっています。一方の IBM はこの試合で負けるとプレーオフ進出がなくなるということになるので、本当にそういう意味でもこの試合も、注目ということで、この13日の2試合ですね、特に注目が集まるというところで思っています。レッツハドルでは、当日試合会場で取材予定です。11月14日の同じ時間にまた富士通スタジアム川崎でですね、オービックシーガルズ対エレコム神戸ファイナル、そしてオール三菱ライオンズ対東京ガスクリエイターズの試合が予定されています。オービックエレコムというところで、エレコムなんとか富士通にもね、何点差に迫ったということはあったんですけど、やっぱりオフェンス力がちょっと今シーズン大きな課題になっているかなと思うので、ディフェンス強いオービック相手に、まあ、なかなか厳しい試合にはなるかなと思います。一方のオービックもですね、ちょっとパナソニック戦で6点しか上げれなかったということで、得点力が、こちらも大きな課題になっているので立て直したいところだと思います。で、オール三菱と東京ガスの試合はですね、オール三菱が久しぶりにこの X リーグに帰ってきましたよね。いやウィーク5ね、なかなかちょっと点差的にも厳しい試合ではあったんですけども、何より、ゲームに戻ってきたということは嬉しかったなと思います。一方の東京ガスの方はちょっと野島相手に、うまく機能しなかったなと、オフェンスが、特に厳しかったというところであるので、この試合で復調できるのかというところは、注目したいなと思います。中盤戦の見逃せないゲームについても X リーグ TV でぜひご覧ください。はい、というところで、11月13日のゲームは一つ、今後の鍵になる、ようなゲームが見られるんじゃないかなと思っています。もう純粋に力と力のぶつかり合いという、富士通パナソニックの試合、その後はいろいろ工夫を駆使してですね、なんとでも勝つための準備を多分たくさんしてきている野島対ベンの試合ということで、まあこの日は結構熱い試合がね予想されるので、レッツハドルでも行く末を見届けたいと思っています。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。